力つけています東京マシモルルコ。その後ろから6番の白井美佐子です。6番手の位置、この慶応閣相性よく前回同様決勝です。6番白井、そして7番の田畑麻里奈、予選1が5着、昨日は加瀬に食らいついて2着でした。上がっていく6番の白井美佐子、白井が上がって3番手の外、さらに上がっていくか。前は2番の森美希です。湯戸の後ろ上がってきた6番の白井美佐子、白井が上がってインコース2番の森と並走状態。さあ後ろも4番の山口、外は5番の荒牧、そして7番の田畑、1番の加瀬は6番手でじっくりと見ている。ラストは3番のマシモルルコ。第4コーナー回ってきました。さあ先行は6番の白井美佐子、白井先行です。2番手は2番の森、外側に5番の荒牧さとみです。さあ加瀬かな子はスパートか。加瀬が大外スパートしてくる。後ろには3番のマシモルルコへばりついている。さあ中段からは5番の荒牧まくっていく。その外を1番の加瀬かな子、力で加瀬がここで先頭にかかりました。マシモルルコがしかし食い下がって2番手、あとは5番の荒牧さとみ、そして7番の田畑麻里奈、直線コースに入りました。1番の加瀬先頭だ、粘れるか。後ろからマシモも追い込んできますが、加瀬かマシモか。加瀬です。やはり強かった。1番3番です。5番の荒牧が3着。ザ・ガールズ競輪決勝、制しましたのは新潟加瀬かな子選手です。さあ加瀬選手、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ前回松戸に続いての、はい、完全 V ですね。お気持ちはいかがでしょう。そうですね、嬉しいです。はい、そしてですね、この連勝、6連勝目ですよね。この連勝どこまで伸ばしますか。そうですね、まあ続く限りは、はい、続けていきたいと思います。はい、そして本当にたくさんのファンの皆様いらしております。意気込みをお願いします。そうですね、みんなでまたガールズ競輪盛り上げていきたいと思いますので、これからも熱い声援をよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。加瀬選手でした。